いつもご視聴ありがとうございます。今回は号外でクリエイターズマンスセミファイナリスト特集第3グループ版をお送りします。まずは第3グループのセミファイナリストの皆さん、おめでとうございます。前回と同様に直接連絡が取れた方だけになりますが、セミファイナリストの皆さんにご覧のような内容を取材させていただきました。11月22日の0時から投票が始まる第3グループの靴はご覧の通りです。世界各国からクリエイターが参加し、面白い靴が揃ったラウンドとなっています。皆さんの一押し作品やクリエイターさんを見つけるお手伝いになればと思います。画像の上の段から順にご紹介させていただきます。まず一つ目は、作者の方が不明なんですが、ホビットという作品です。セミファイナリストにご選出おめでとうございます。ホビットとは架空の種族で、身長1メートル前後の小さい体の種族ですね。映画のロード・オブ・ザ・リングなどでご存知の方も多いと思います。森を思わせるような緑や木のパーツが使われていたり、可愛らしいお花があしらわれていたり、ホビットの暮らしを思わせるようなデザインですね。この靴自体、ホビットが履いてたら可愛いし似合いそうですね。そしてこのロッジのロゴのところには、こっそりとホビットを思わせるようにアバターの画面が使われていて、小さいけど見つけられるかいと言わんばかりですね。茶目っ気のある面白い靴となっています。では次の靴のご紹介です。2つ目はフリースターズさんの作品、ユートピアです。フリースターズさん、セミファイナリストにご選出おめでとうございます。フリースターズさんは兵庫県の淡路島にあるヴィンテージコンバススニーカーショップで、個人ではなくショップとして選出されているのは今回唯一の例でしょうか。それではメッセージをご紹介させていただきます。他にもたくさん素敵なデザインのスニーカーがある中、自分の作品が選ばれたことに驚いています。とても嬉しいです。パートナーの金子ジュジュさんと相談して構想を考え、協力して作り上げた作品です。ロッジ様は動物たちが豊かに過ごせる楽園を目指しているように感じましたので、ユートピアをテーマにしました。好奇心があり、平和を連想するイルカをロッジのロゴから空へと飛躍していくデザインに、再利用できるコルクをサスティナブルの観点からアウトソールに使い、明るく豊かな未来のイメージのひまわり、大地に根を張る力強い木をそれぞれスニーカーに溶け込ませて表現してみました。真ん中のイルカに目を奪われがちですが、木の木目の表現も細かいですし、根を張っているのがいいですよね。生命力を感じるいいデザインです。リサイクルコルクも可愛いですし、ここロッジの文字やブドウ、植物の芽ですかね、こういう細かいところまで書き込まれていて、見ていて楽しい靴です。フリースターズは淡路島でヴィンテージコンバーススニーカーの展示販売をしています。またパートナーとオリジナル NFT の販売もしています。これからもアグレットに面白い作品を応募していこうと思っていますので、応援よろしくお願いいたします。フリースターズさんは淡路島の洲本市にお店を構えられているんですね。お近くにお住まいの方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。遠くて行けないという方はオンラインショップもありますし、見てるだけでもワクワクしますので、ぜひチェックしてみてください。公式サイトや各種リンクの方は概要欄に載せております。フリースターズさんのようにショップで参戦するという形がこれから広がっていくと面白いですよね。フリースターズさん、パートナーの金子さんがこれからまたどんな作品を発表されていくのか楽しみにしています。では次の靴に移りましょう。3つ目はレネックスさんの作品、バイキングです。レネックスさんはウクライナのクリエイターさんです。はい、レネックス、コングラチュレーションズ。セミファイナリストにご選出おめでとうございます。クリエイターズマウスのセミファイナリストに選ばれて本当に嬉しいです。アグレットが私のデザインを選んでくれたことを知った時、とても興奮し嬉しく思いました。一方でちょっと期待していた面もあるのですが、あまり確信はなかったんです。普段テーマについていろいろ考えて選んでも面白いものが作れないんです。でも突然アイデアが浮かんだ時には本当に素晴らしいものを作ることができます。エルメスのブーツもそうですし、今回のバイキングもそうなんです。ロッジのロゴの部分にはバイキングの盾、靴紐の先にはバイキング戦の選手のような頭がついています。ヘルメットは最初のバージョンではただのグレーのヘルメットだったので、何か面白いものを作るのが大変でした。青い炎も私の中ではバイキングのようなテーマを連想させます。ということで、こちらのレネックスさん、以前にこのエルメスのブーツ、これ見覚えある方も多いと思うんですが、こちらもデザインされていたんですね。
私のデザインに投票し購入してくださる皆様に本当に感謝いたします。私はこの作品にとても力を注ぎましたし、私の中でも最も面白く大きなプロジェクトの一つなんです。ですから何としても決勝に進みたいですし、自分にとって本当に大きな成果となります。私を応援してくださる皆様へ感謝します。ぜひロッチ店バイキングをご購入ください。愛する日本の皆様へ、ということで本当に力作なんだなというのが分かりますし、決勝に進みたいという強い気持ちが伝わってくるメッセージです。レネックさんのひらめきから生まれたこのかっこいい靴を皆さんのシェルフにお迎えしてみてはいかがでしょうか。レネックスさんがこれからも力強くてかっこいい靴のデザインをしていってくれることを期待しています。では次に4つ目はエルキーさんのジーニアスジーンズという作品です。エルキーさんは日本のクリエイターさんですね。ただ残念ながら連絡が取れなくてですね、作品のみのご紹介となります。作品の名前のジーニアスは天才ですとか非凡な才能といった意味、ジーンは遺伝子の意味ですので、天才の遺伝子といったところでしょうか。ですので一つ一つ何かを表したパーツがついているというよりは、全体として天才という言葉から連想されるものをデザインされたのかもしれません。このつま先と足首のところの複雑な模様は少し染色体とかも連想しますし、色使いが絶妙ですね。色使いといえばエルキさんがデザインショーケースに投稿されている他の作品も拝見したんですが、どの作品もビビッドな色使いが特徴です。普通にこのまま IRL スニーカーとして出てきても違和感のないようなおしゃれなスニーカーとなっています。これからもエルキーさんのカラフルで斬新なデザインの靴を楽しみにしています。では次に5つ目は XO スナイパー4さんとお読みするんでしょうか、あるいはプレイヤー名がブーストゴッドさんの作品グラフィティです。ブーストゴッドさんについては少し前に宣伝チャンネルの方にコメントとこのような素敵なポスターを投稿されていましたので、それをご紹介させていただきます。まず最初にこのような機会を与えてくださったこと、そしてクリエイターズマンスに参加するアーティスト仲間に感謝しています。私の靴は世界中の誰もが見ることのできるストーリーを語っています。それはグラフィティそのものにあります。多くの人が想像力を自由に表現することができる追放されたアートの形です。この靴を皆さんが楽しんでくれることを願っています。グラフィティというのは美術のアートスタイルの一つで、デザインされた自分の名前や文字をスプレーやフェルトペンなどを使って壁などに書くこと、またはその文化の総称とされています。まさにこのポスターの人のような感じですね。いろんな文字が散りばめられていてカラフルで力強い作品となっています。ロッチセブンとかアートとかハートマークなんかもありますね。これぜひ真ん中のオレンジの文字が何か聞いてみたかったんですが、もしこれ後からでもご本人がご覧になっていたらコメント欄でぜひ教えてください。解読できた方もぜひお願いします。このラウンドはおしゃれな靴が多いですね。これからもブーストゴッドさんのおしゃれな作品がたくさん見れることを期待しています。それではいよいよ最後の靴です。こちらはグリゼーさんの作品リパーパスドです。アメリカのクリエイターさんです。はい、グリゼー、コングラチュレーションズ。セミファイナリストにご選出おめでとうございます。作品名のリパーパスドは日本語で言えば別の目的のために再利用する、作り変えるというような意味ですね。クリエイターズマンスに参加することをこの1年間ずっと待っていたので、選ばれたことは本当に嬉しいしワクワクしています。スニーカーをデザインしてきたのはこのゲームへの参加を願ってのことなんです。ですからロッチコラボのセミファイナルに参加でき、私が考えるロッチが示そうとするものを表したデザインを皆さんにお見せできることを嬉しく思います。念願のクリエイターズマンス出場なんですね。本当におめでとうございます。なんかこちらまで嬉しくなりますね。現実の世界に置き換えて、私たち人類が地球にどのような影響を与えてきたかを考えさせるものをデザインしたかったんです。しかし同時にロッチがどのように、そしてなぜリサイクル可能なものを私たち全員が必要とする靴のような美しいものに変え生まれ変わらせているのかについてもです。ロッチができることは本当に魔法のようなものです。これはまさにロッチとのコラボにふさわしいテーマですね。この靴初めて見た時に、なぜ半分が汚れていてもう半分が綺麗になっているのか不思議だったんですよね。なので回答をいただいた時に私すごく感動したんですよ。我々人類が地球にこれまでにしてきたことと、一方でこれから何ができるか、その両方を問いかけるようなメッセージ性の強い作品だと思います。そしてまた名前がいいですよね。
リニューアルでもリサイクルでもリユースでもなくリパーパス、ロッチの理念を見事に一言で言い表した言葉だと思います。もちろん別の出場作品のリサイクルの名前を批判するつもりではないんですよ。リパーパスの名前が秀逸だということです。グリジーさんから3つ目の宣伝は特になかったんですが、彼はディスコードのジェネラルチャットでもよくお見かけしますし、今回のクリエイターズマンスの宣伝チャンネルにもこのプロモーションポスターを投稿されていますので、ぜひ声をかけてみてください。すごく気さくないい方ですよ。グリジーさんがメッセージのこもったインパクトのある作品をこれからも生み出していってくれることを期待しています。さて、今回もセミファイナル作品とコメントをお寄せいただいたクリエイターさんのご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。今回のグループは世界各国からの参加でもありますし、興味深いテーマの作品が揃いましたね。これまたなかなか決着がつかないことも予想されますが、それぞれのクリエイターさんに皆さんもどうぞ応援をよろしくお願いいたします。最新の宣伝応援情報は Discord のクリエイターズマンスプロモーションのチャンネルからご覧ください。次回は最終の第4グループですね。号外もできるだけ早めに出せるようにしますので、どうぞお楽しみに。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット週間を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。本当は第2グループ勝者の靴履きたかったんですが、これ撮ってる時点でまだ発表されてなくてですね、アグコもスタンバイして発表待ってます。それではセミファイナル後半も楽しんでいきましょう。